ももかです。ゆらりです。今日は2人の筆箱の中身を紹介します。イエーイ。はい、私から紹介していきたいと思います。まずこれはピンクラテのブロックチェックの筆箱なんですけど。ピンクラテなんだ。そう、かわいい。で、ここがハートの形になってクリアになってて、中にこういうカラーペンを入れて可愛く見せています。ではでは中身を紹介していきたいと思います。まずはめっちゃ入ってるね。めっちゃ可愛いし、私が持ってるのは全部で7色持っています。これは無印良品さんのペンです。ボールペン、すごく細くて書きやすいです。うん、私も細いの好き。で、次はめっちゃ入ってるね。シャーペン全部で5本持っています。まずこれが最近買ったんですけど、ここがピンクと黒になっていて、とてもおしゃれでお気に入りです。で、これは色違いでガーリーとマイ、私のって書いてあります。じゃあ次、これなんですけど、これは小学校の低学年から使っていて、本当お財布も3年生から使ってるね。でも最近買いました。小学校の時鉛筆しか使っちゃダメだったので、宿題をやる時とかに家でこれを使ってました。謎の規制だよね。謎だよね。使っちゃいけないって、なんでって。え、中学だったの。そうそうそう。じゃあ次、モノのシャーペンです。これは振ったら芯で出てくるやつです。フルシャーです。次、蛍光ペン5本あります。じゃあまずこっちの2本から紹介していきたいと思います。これは色違いでロック式の、すごい蛍光ペンになっています。お気に入りです。あとは無色好きの蛍光ペンで、これがピンクと黄色で、これがオレンジと青、紫と黄緑になっています。どうやって描くの。これはこういう風になんか傾けて描きます。次はめっちゃ大事に使ったんですけど、消しゴムなんですけど、なるよね、折れちゃったんですよ。私もどうもそれだから。もう一個持ってて、黒色の消しゴムなので、消した時とかに黒い汚れが目立ちません。うん、めっちゃわかる。これが定規です。で、これはハサミなんですけど、リトルグリーメンの柄のハサミで、筒状になっていてとてもコンパクトで便利です。あと付箋と糊です。で、最後は名前ペンです。ボロボロです。はい、では私の私の筆箱の中身は以上です。では次は、はい、私の筆箱はこれです。かわいい。普段にもメイクユーって書いてあります。チャームは自分の頭文字の M をつけてます。触り心地がそんなふうになった、なんかジャージみたいな。じゃあ今日紹介していきます。まずボールペンが多い8本あります。8本あります。です。この4本はアリアちゃんが誕生日プレゼントにくれて、ミスタードーナツの柄がついてるんですけど、抹茶、チョコレート、桃、バニラの匂いがするんですよ。話のネタにもあるので、すごくお気に入りです。これが緑の色が出るの。そう、全部この通りの色が出ます。イエイ、イエイ、いいね。それで、これはジャガイコで、これは赤です。6本がサラサボールっていうボールペンで、すごく書きやすいのでサラサがお気に入りです。でシャープペンはこの2本で、字がドクターグリップで、人からもらいました。これは見えないかもしれないんですけど、お、本当だ、自分の名前が入っててお気に入りです。フルと出ます、両方。これがプーさんの細かいところを消せる消しゴムです。プーさん2つ目。で、蛍光ペンがこれだけあって、このちっちゃいやつはもともとこれも顔がついてたんですけど、消えちゃいました。で、これは開けると蛍光ペンが出てきます。めっちゃ可愛い。どうやって書く。こうやって書く。こうやって書く。こうやって書きます。と、これはもらったものなんですけど、蛍光ペンで両側から出るし、ディズニーの柄が可愛いので使ってます。と、マイネームペンとピンクラテの消しゴムです。これ2つに分かれてるタイプの筆箱なんですけど、こっちにはペン、こっちには道具みたいなやり方をしてます。と、モノの修正テープと、テープのりプーさんの柄だったんですけど消えました。プーさん3つ目プーさんが好きなので、めっちゃ好き。で、付箋があって、これも付箋です。このタイプのクリップ
なんです。すごくないですか。ハサミ、定規、ホチキス、シャーペンマシンです。終わりです。これ気になった。すごい最新テクノロジー。そう、最新テクノロジー。本当にね、筆箱の中身が私たち多いんですよ。使いたいものを好きなだけ入れます。これでも